こんにちは、ミルキーブルーです。本日のお題、フェミニスト、透明人間に発狂してしまう。なんかフェミニストが海外の絵師が描いた透明人間に発狂してるらしいよ。なんで透明人間に発狂しとん。ではね、どんな透明人間にフェミが発狂してるのか、早速ね、次の内容を見てください。ババ滝沢ガレソ、秘宝ついフェミさん、ついに透明人間にまでブチ切れてしまう。このセーラー服の女子高生の絵に透明人間やね。それについフェミがね、次のように切れてるんよね。当たり前のように未成年をエロの題材にする文化ってもう海外進出してたのか。普通に日本の学生服をエロの象徴にすんなよ。パイスラとかタイツの件の時、じゃあ身につけなければいいだろうとか言い出すバカは今回は何も言えなさそう。レイプカルチャーピラミッドの中にこれを肯定する行為も入ると思うんだが、子供が着るものである制服をエロにするの禁も、女子制服を当たり前のように性的消費するんやめんか。未成年女性をカジュアルに性的消費するのが当たり前になってる社会おかしいって。ただの女子制服がエロ記号になるような社会、そう刷り込まれた人間から加害を受けるため自衛を強いられる女子生徒、もっと子供の安全を守るべきだよ。透明を描くという素晴らしい技術をもってして、いざモチーフに選ぶのが未成年の少女の制服の中なのがもうね、この世界のこの国のありふれた地獄をとてもよく表してるよね。ただでさえ日本の AV が海外でも有名になって、日本人女性が性的に見られるようになってるのに、日本の未成年女子が着る制服まで性的なアイコンとして海外に輸出されてることにうんざりする。こういうのが痴漢を助長するんだよ。未成年が着る制服を性的なものとして描くな。やっぱこれキモいよね。制服着てる子たちがかわいそう。こういうクソ男のせいで制服への規制が進むんですね。いつも加害するのは男。クソ男マジで丸ね。もうほんと気持ち悪い。子供が着てるっていうのに悲しい、虚しい、キモい。子供を性的な目で見るのは最低です。大人の自分は変態の獲物ではないと思って安心したからこんなものを描いているんでしょ。性犯罪の共犯者。異常な国。子供の着る服をエロ記号化して、男が気持ちよくなるために日本の女の子たちがずっと危険にさらされてる。本当に恐ろしいよ。中高生の女の子たちの安全と普通の日常を奪っているのは誰か。その恐怖を想像すらしたこともないであろう日本の男たち。本当に子供を守る気がない国だな。リプランは外国人からも多いけど、ちょっとね、どうかしてるわ。透明人間、フェミには何が見えてんの。でね、この絵師さんがね、どうもこのフェミの批判を受けて皮肉としてね、この透明人間にパンツを追加して再アップしてるんよね。海外の絵師やるな。それがこちらです。なお絵師さんは外国人さんなのですが、ついフェミの批判を受け、島パンを追加した絵を皮肉でアップしたところ、ほとんどのついフェミが静かになりました。
島パン追加してるんよね。この外国人の絵師、煽ってるやん。まあフェミがね、これをあげて静かになったっちゃけども、なんかこの構図、いじめに似てない？集団で一人を責め立て、反撃されるとだんまり。いじめってそんな感じやもんね。っていうかフェミ、なんで島パン追加したらだんまりやねん。自分の信念貫き通せや。とにかくね、ミルキーブルー、同じ絵を描くものとして言いたい。表現の自由を奪うな。フェミの人はね、妄想が激しすぎて、この女子高生の服装の絵から透明人間が見えてるのかもしれんけども、普通の人には見えてませんから。とにかくね、無理筋な批判はやめてください。あなた方のその批判が表現の自由を奪ってる。そのことを自覚せなこて。っていうかフェミってさ、よくアニメキャラの胸の揺れとかミニスカートをうんぬんとか指摘して発狂してるやん。常に性的表現に結びつけてるけど、フェミってもしかして超エロい人のこと？どう考えてもエロいやろ。頭ん中エロしかないんじゃないの？ミルキーブルーもね、正直言ってエロいけども、フェミほどの妄想は持ち合わせてないよ。この女子高生の服の絵から色に持っていくとか異次元やろ。ねえ、とにかくフェミはいろいろと猛省するように。まあ人間も動物でありエロいよ。正直エロいよ。でもね、限度があるけんね、そこはわきまえないかんよ。わかりました、フェミさん。ではご視聴ありがとうございました。それでは。